では、この問題を取材している県政キャップの久住記者に聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま今回の規制なんですが、改めて静岡県はどんな案を提示しようとしているのか、整理してもらえますか。はい、まず料金についてです。はい、静岡側では、これまで富士山保全協力金として一人千円を任意で徴収してきました。新たな条例では、これを廃止する方向で検討しています。 そして支払い義務のある入山管理料を新しく設ける考えです人件費や整備費といった経費に充てる目的で金額は3000円、4000円、5000円と3つの案を検討しています夜間の規制時間も設けるという方向になっているんですねはい、静岡県側には3つのルートがあり距離や難易度が異なります そのため所要時間に合わせて例えば藤宮ルートでは午後4時から午前3時など異なる夜間規制をする案が出ています、はい、一方でお隣山梨県では今年から規制が始まりましたどんな効果が出たんでしょうか、はい、こちらをご覧ください山梨県吉田ルートの去年と今年のデータを 比較したものですまず登山者は去年16万449人だったのに対し今年は13万2904人と17%ほど減りました夜間の登山者は14469人から708人と大幅に減少しましたこの山梨県の実績について県の関係者は規制により非常に高い効果があったと評価しています、うん まあ山梨は一足早く規制を始めたんですが、静岡県は登山ルートの多くが、まあ、国有地のため、なかなか規制が難しいという指摘もありましたが、このあたりはいかがでしょうか。そうですね登山、えーと静、山梨側は登山ルートが県道なので、規制、うん、が取りやすかったんですね。はい、一方、静岡側の登山道は国有地であることなどが課題となっていました。うん、ところがですね、県が有識者の意見を聞いた結果、新たに条例を制定すれば国有地。 はい、県は来月2日に始まる12月議会で草案を示しパブリックコメントを実施した上で2月議会に条例案を提出する方針です。